西口東室蘭駅は北海道室蘭市にある北海道旅客鉄道日本貨物鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は H32。電報略号は HIM。事務官コードは13313 13。JR 北海道の駅は東町2丁目。JR 貨物の駅は日の出町1丁目にある。おしゃまんべき岩見沢駅間を結ぶ室蘭本線の本線。 当駅から室蘭駅へ向かう支線の分岐駅となっており、特急、北斗、鈴蘭を含めた全ての旅客列車が停車する。駅西口側には室蘭運輸所がある。室蘭本線は当駅伊東の沼の単駅までの区間、及び支線の室蘭駅までの全線が交流電化されているが、当駅よりおしゃまんべき方面は非電化となっている。 1976年の東室蘭駅と、周囲約1キロメートル範囲。左下の下が、支線の室蘭方面、中川市別機関区は西橋つ向け側線と、新日鉄室蘭製鉄所及び、日鉄セメント向け専用線。上が、本線の伊達門別方面。右上は、東室蘭総車場の一端。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成し式ホーム2目に4線下りのみの通過線を有する京城駅。乗り場は2番から5番まであり、東側から番号が振られている。1番線は欠番。2.3番線はホームが短く、主に東室蘭駅で折り返す、優等列車を対比する普通列車が使用し、特急、鈴蘭はすべてこのホームを使用する。 4.5番線は、ホーム庁が、長く、主に特急列車が使用する。4番乗り場に、函館方面の列車が発着し、5番線に、札幌方面の列車が発着する。ただし、普通列車はこの限りではない。車両が、ホームから留置線に入る際には、引き上げ線でスイッチバックをする必要がある。終日社員配置駅。緑の窓口、自動券売機。 指定席券売機、話せる券売機、自動改札機を設置している。改札口は東口、西口を結ぶ自由通路に面しており、改札横に待合室がある。また、駅舎には室蘭市役所蘭投資所や JR、北海道レンタリース東室蘭営業所を併設している。駅の東西を結ぶ自由通路は2007年に完成し、名称は、 公募によって、渡レールに決まった。エレベーターエースカレーターを設置し、通路は、福音8メートルとなったほか、休憩スペースを設置した。2008年には、北洋銀行、駅中バンクを設置した。室蘭市統計所によると、近年の年度別乗車人員の推移は、以下の通りである。主な駅弁は、下記の通り。室蘭市の商業集積地区であり、 大河原の神経外科病院は、東口から徒歩約5分。日本製鉄室蘭製鉄所は、東口から車で約7分。室蘭警察署は、東口から徒歩約10分。伊丹木浜は、東口から車で約10分。室蘭工業大学。北海道大谷室蘭高等学校は、西口から車で約10分。製鉄記念室蘭病院。モルエ中島は、西口から徒歩。 約20分に位置している。東口西口1976年の東室蘭奏車場と周囲約1トル範囲。左下が東室蘭駅方面。右端の水色屋根の長い建屋が室蘭中央卸売市場で奏車場との間に専用線が敷かれている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成日本貨物鉄道東室蘭駅駅は旅客駅の東側にある。通称は東室蘭奏車場、東室蘭貨物駅など、一面二線のコンテナホーム、着発線5本、仕分け線数本を有する。コンテナホームの北側に接するコンテナ2役線も着発線となっており、着発線2役方式を採用している。コンテナホームの南側に接する2役線は、 側線である。また、和西側には、苗母車両所和西派室があり、東室蘭駅から線路が伸びている。構内の入れ替え作業は、デジュー系ディーゼル機関車が担当している。かつては、旅客駅東口の南側に、貨物設備を設置していたが、1996年10月に、旧、東室蘭総車場跡地に移転し、着発線、二役方式を導入した。 この際、ホーム面積が2倍になった。日本製鉄室蘭製鉄所への専用鉄道があり、鉄鋼製品などを輸送していた。また、日鉄セメントへも専用鉄道が伸びており、セメント発送を行っていた。その他、創車場から分岐し、室蘭市中央卸売市場へと続く、室蘭市長が保有する専用線もあった。東室蘭駅は、 コンテナ貨物と臨時の車扱い貨物の取扱い駅である。コンテナ貨物は JR 規格の12フィートコンテナのみを取り扱っている。取扱い品は紙や砂糖、農産物が多い。産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の取扱い許可を得ており、それらが入ったコンテナの取扱いが可能である。高速貨物列車は上り列車が1日12本停車し、 内あたり、駅終着が2本ある。行き先は、隅田川駅、東京貨物ターミナル駅、名古屋貨物ターミナル駅、水田貨物ターミナル駅、下ら貨物ターミナル駅などがある。上り臨時列車や当駅始発の札幌貨物ターミナル駅行き下り列車も1日1本、設定されている。専用貨物列車の発着駅となっているが、現在は当駅で、荷役作業を行う貨車はなく、 苗母車両所は西誌派室で検査を受ける私有貨車などを改装するために設定されている。室蘭市統計書によると貨物輸送実績の推移は以下の通りである。ありがとうございます。